はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学国語敬語丸2をお送りします。で、前回からね、敬語が始まってこれで2本目です。で、今回も前回同様全部ポイントとなっております。いいかな。で、問題がどこかっていうと、まずここに1個穴埋めで、これはここにホニャララ語っていう、前回ね尊敬語でしたけど、ホニャララ語っていうのが入って、それをするの、そのホニャララ語は何なのか、言うのホニャララ語は何なのかっていった感じの穴埋めで、全部で8問となっております。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば、今からね全部穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回ね、さっき言ったように尊敬語をやりました。で、今回のそのホニャララ語の特徴は、自分側の、つまり自分側ね、の人とか事物などをへりくだっていうことで相手に対する敬意を表す、そんな言い方です。その敬語を何語というか、ちょっとね漢字が難しいんですけど、ごんべん書いて、まずこれ一つ目で、もう一個またごんべんね、これで謙譲語と言います。謙譲語ね、ちょっと見にくかったら教科書とかで確認してみてください。で、尊敬語と謙譲語結構混ざりやすいので、もう一回復習します。で、簡単に言うと、尊敬語っていうのは両方敬語なんだよ。尊敬語も謙譲語もね、両方敬語なんだけど、尊敬語っていうのは相手を上に上げるんです。つまり相手のことをこうね、上に上げることで尊敬する、まあ、敬語になると。で、これが尊敬語です。で、謙譲語は相手を上げるんではなくて、自分が下がるんです。へりくだるっていうのは下がるってことだからね。で、それで尊敬を表す、まあ、尊敬語ね、敬語になると、丁寧になるよね。だから、その相手を上げるのが尊敬語、自分が下がるのが謙譲語と、そんなイメージでいてください。まあ両方敬語だからね。で、謙譲語に関しては3つに分けます。尊敬語4つだったけどね。で、まず1つ目が、をほにゃららする、語ほにゃららするです。で、これは一応敬、尊敬語の方とこう、なんだろう、比べやすいようにと思って作ったので、あと尊敬語の方はをほにゃららになるとか、をほにゃららなさるっていうのがね、尊敬語だった。で、謙譲語はをほにゃららするとか、まあ、語ほにゃららすると、これが謙譲語になります。で、例としては、お話しするとか、ご報告するとか、こんな言い方、いいね、これが謙譲語です。で、次の2番なんですが、これもね、前回同様、するの謙譲語はこれ、言うの謙譲語はこれと必ず覚えてください。で、できれば前回の動画とね、一緒にこう見比べてもらって、するの謙譲語は今がこれなのね。で、するの尊敬語も前回の動画で出してあります。なので、両方セットで覚えてもらえると、さらに効果的になると思いますので、もしよかったらね、そんな感じでやってみてください。じゃあ行きましょう。まずするから。するの謙譲語はいたすです。いたすね。尊敬語はちなみになさるだったね。で、ちぐ、ごめんね、次ね、言うです。で、言うの謙譲語は申すと申し上げる、いいかな、申すと、また漢字返した、ごめん、申し上げる、よいしょ、失礼しました、申し上げるだね。で、次、見るです。で、見るの、謙譲語が拝見する。で、細かいことだけど、拝見するの、はい、右側4本だからね、横、よく3本で間違う子出てくるから気をつけてね。で、次、3つ共通です。食べる、飲む、もらう、これの謙譲語、これはまとめて全部同じで、いただくです。いいね、いただく。で、行くと来る、これの謙譲語、これは共通で2つあります。まず1個目がマイルです。マイルね。で、もう1個の言い方が、ごめん、間違っちゃった、よいしょ、何みたいな感じになっちゃったね、今ね。
伺うです。いいかな、参ると伺う、これが行くと来るの謙譲語で、次聞くだね。で、聞くに関しても2種類あって、実はね、ここと被るんです。伺う、これは聞くの謙譲語でもあります。で、聞くに関してはもう一個あって、受けたまわるだね。受けたまわるも聞くの謙譲語になります。で、もう一個やるだね。で、やるの謙譲語が3つあって、あ、見せも2つあって、あげると差し上げる。いいかな、これが謙譲語です。いいかな、まあこれはぜひね、覚えておきましょう。で、最後3番、これはもう特殊な言い方でね、前回もありましたけど、謙譲語の特徴として、まずこれ、私どものどもです。これ謙譲語になります。で、私って言い方も謙譲語です。で、ここからちょっとね、読みにくい漢字続くんですが、まずこれ具足と言います。具足、この具って漢字が謙譲語を表すんですが、具足は自分の息子のことです。で、自分の息子のことを具足と言います。で、次、兵舎、兵舎、この兵がね、謙譲語の言い方なんだけど、兵舎は自分の会社ですのことをへりくだった言い方、兵舎。で、次、粗品です。この粗だね、まあ粗品よく言うかな。で、最後は接託です。で、接託の背がね、謙譲語の言い方なんですが、接託は自分の家のことです。いいかな、まあこんな謙譲語のね、特殊な言い方もありますので、ぜひ覚えておきましょう。では、今回は中学国語敬語丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回敬語丸3で一応国語の動画ね、終わりになる予定ですので、もしよかったら次回の方も見てみてください。もんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。